どうも皆さん、おはこんばんにちは。おとじやです。ダーケストダンジョン、続きをプレイしていきたいと思います。遭難クルー討伐ということでね。今回はメロスおとじゃ鎮圧位置だな。普通ダンジョンなので、ここら辺はしっかりと持って、まあ、入江なら出てこねえか。で、行きますか。で、血液ちょっと持ってかないとね、メロスがね、これ、感染しまってるから。村にいる消耗したヒーロー。え、ちょっと待って、血与えないとダメ？あ、血が欲しいって言ってんな。どこで血与えるんだ？ここか。いや、違うな。血が残っていれば大丈夫なのか。やばい、怖いぞ。これどういうことだ。1本だけ持ってくのが良さそうかもね。血がなければ滅びてしまうってのが2人いるな。この2人がそうだね。心配だな。こっち先に行った方がいいのかな。まあまあまあ、一回ちょっと行ってみるか。どうなるのか、これやってみないとわからないね。ヒーロー2って書いてあるから、2本だけ残していいんだよ。とりあえず1本持ってけい。はぁ、ストレスだわ。そんなことまで気にしなきゃいけないのか。まあ一つおすすめなのが、まあこれダウンロードコンテンツなんでね、この血液のシステムは。ぜひ最初、一番最初ね、何回もプレイしたいなと思うんだったら、最初は DLC オフでやるのも一つの手かなと思います。これから始める人ね。じゃあこれでいきましょうかな。うん、忘れ物はないね。行くぜ。すげえ、海賊いるわ。And so I undertook to receive my most curious deliveries by way of marine shipmentsA sheltered jetty was accessible by a narrow stone stair off the back of the manor, and a discreet system of pulleys could hoist even the heaviest prizes up the rock face from a securely tied dinghy below. 冥界のクルーだって強そうだな。 The poor devils, chained and drowning for eternity. 鎖につながれ永遠にってね。さてと行きますか。はい、トラップ。ああ、血が欲しいとか言い始めた。飲ませまーす。まあメロスが血が欲しいって言ってもなんか特に不自然さはないんだけどね。いいよ、血の力によってダメージとスピードは上がってるからね。宝が入ってるね。Waiting to be spent. さあ、敵いるかな？いない。偵察開始。下なんもない。あ、左に隠し部屋がある。取りに行こう。全然隠し部屋見つかんないからさ、ちょっと遠回りになっちまうけどしょうがねえ。 As the light gains purchase, spirits are liftedAnd purpose is made clear. OK.
け。で、上。ここ。入った。で、鍵を使う。おお、なんだこれ。すげえ。2つで7000か。お、これもすごいね。バリスタンの首。防御力が 20% アップ。その代わりストレス受けるストレスも 20% アップ。でも全部いただいていきますよ。最高じゃないか。さあ、戻って。その先に敵。危ない。The light. The promise of safety. あ、も、戻れて。やったぜ。行かなくていいんだ、上に。出るときに下選んで出たってことね、俺。よーし、先進むぞ。これはでかいね。7000ゴールドはでかい。ただ、一つでもう一枠埋まってしまうから、そんなに荷物が持てないっていうのがデメリットってところかな。食べる。あら、減っちまったぜ。不気味なサンゴにこいつを使う。ちょっと待って。使うとね、結構奇壁が治ったりするから。ああ、音じゃだな。音じゃ、ちょっと重機兵音じゃで、ゴー！治った。一個治ったね。こんな感じで直していこう。さあ、スコップだ。Another mariner?あー、元に戻ってしまった。せっかく攻撃力アップだと。またこれちょっと血に飢え始めたらやばいな。はい、敵ー君たちだね。ウォータースピア痛いねー。やるじゃないか。さあ、どうやって攻撃していこうか。切り込んでいこう。手前からな。奥からも攻撃できるぞ。10、19、10、19、どっちも倒せんな。オッケー。よし、討伐した。超クリティカルじゃん。やるね、超痛ぇぜ。ナイス回避。どうしようかな。出血 50% だが入るんでしょう。いや、入ったね、2体とも。さあ、ここで回復する前に、まあでもどんどん数減らしていきたいね。はい、ナイスキルです。私のターン、だいぶ痛いね。9から16、倒しきれるか。まあ、後ろのやつ、なで、もう一回切って、ナイス出血。で、後ろを倒す。As the fiend falls, a faint hope blossoms.当たるな。当たるか。痛いぜ。で、手前倒しちゃう前にスピードアップ。で、回復だ。ナイス、クリティカル全開。で、手前から倒しちゃう。Annihilated. で、ちょっと回復しとこうか。ストレスをね。で、出血でダウン。あ、回復回ってきた。よしよしよし。はい。倒しちゃいますかね。よし、血をゲットした。これでメロスが暴れてもなんとかなるな。開けてみよう。宝が入っていた。お金。右。Awarded to the brave and the foolhardy alike。さあ、またキュリオをめぐる戦い。奥から倒したい。ナイス。我がターン回ってくれば、メロスが来れば、あと、よし。厄介なやつを倒して、損金落としていって、回避されたな。スラッシュ。痛ーい。さあ、9から16。こっち倒したいな。ナイス。Another abomination cleansed from our lands。やつはね、クラゲはしびれで麻痺攻撃、気絶攻撃してくるから、それは防ぎたい。さ
さて、気絶、手前を気絶させれば。よし。下げてストレス。出血ダメージ。あら、そのまま倒しちゃったんだ。あー、視界復に専念できるな。おい、全員を回復だな。いくぜ。ナイス。おつえさん、今回働くね。もう一丁ストレス下げて、で倒しちゃお。はい、メロスもいいダメージ出るね。偵察中、殻が隠されていたお金。おお、ボスが見えた。よし、ここでテントを張ります。で、ちょびっと回復。あ、もうゼロか。まあいい。ポジション1の場合の命中率とダメージがアップ、1以外だと下がっちゃう。これつけるか。戦闘トランス、エロさんにつけて。ストレスは大丈夫。自分磨き、自分磨きってなんだ。槍を磨いて、クリティカル 8% アップでしょ。これで33で6、あと6。他は回避率とスピードアップ。もうメロさんを強化して一気にね、火力で。あ、命中率と虎の目、ストレス、ストレス、命中率と回避率清める。まずじゃあメロさんは自分を強化してもらう。よし、で自分自身4、これが3、4、3、命中率とクリティカル。そうだな、こうして、でこうだな。さあ行こう。In Radiance, may we find victory. どう、これさ、心配なのはさ、まあこのポジション1、つまり一番前から動いてしまうと命中率と攻撃力下がってしまうんだけど、これは、あ、もう持ってないか。ね、デメリット系を除去するアイテムで消せるのかなっていう。上から行くか下から行くか、上から行くか下から行くか、右から行くか、花火を見るかみたいな、そんなんじゃないよ。右から行こう。罠があるから解除して。ちょうどな、血液のやつ来てくれれば嬉しいんだけどな。これね、よし、こいつだ、消毒で、トラップあるから元じゃが解除成功で、下。さあ、ボス戦ですぞ。松明ゲット。リトリングゴールド、ちょうど血に飢えてくれないかな。さあ、おついちさん、解除よろしく。成功、解除。ナイス。はあ、緊張するな。行くぜ。おい、うわあ、すげえの出てきた。一体なのか。ああ、もう攻撃してきた。総員かかれ。なんだ。あー、もう位置変わったー。ムーブー、こうでよしよし。なんか前に出てきたな。アイアンスアイアン後ろに入るけど、手前の瀕死プラーとかいうのがいるんだよね。手前の倒しといた方がいいよな。あー、倒しきれねえか。ボーディングクラッチ回避。早速カウンター入れていかないとね。2から4、気絶耐性は50。うっ、気絶してくれ。よし、見なよ、回避率上げて戦うぞ。痛い、弱体化。え、
離せ、俺は泳げないんだ。水の中入ったぞ。あ、こいつをどうにかしねえと本当にめんどくせえ。Decimated. 乗った。出血耐性はあるに、あるけど 60% か。なんとかなるな。みんなのでもスピードアップ、クリティカル率アップかな。先に動けなかったら意味がねえ。で、ついにカウンターを出すか。8から14、2から4、カウンター。来い、死者に乾杯、回避。おらー、オトジャの力、これが。さあ、気絶いけるね。ほっ、気絶して、レジスト、ボーディングクラッチ、きた。新しいのが出てくる。いや、出てこねえか。総員かかれ。出てきた、レジストナイス。で、邪魔だから倒したいけど倒しきれない。今発動してる。いや、でも大丈夫だよね、一番前にいるから。厄介だな、厄介、本当に手前が厄介だ。お前は何もするな。よし、そぎ落としていくしかないね。ナイスクリティカル、出血した。4から7、すげえ硬えな、さっきより。おら、ボーディングクラッチ、痛い、出血。さあ、気絶でターンは過ぎて、もう一度動ける。手前気にせず攻撃した方がいいか。やべえ、あ、やばいやばい、はいはい、あー、やめろ、入れ替えるのは良くないって。そうだな、気にせずガンガンやってった方がいいかな。ほっ、ここから動いてもしょうがねえ。ストレスはそんなにたまらないから、強化しつつ後ろに下がってもらうしかないね。カウンター、うーぶ、後ろ下がる。シャに乾杯、回避、に回避、やめろ、やめなさい、もうそれで。あれか、どんどん沈んじまうんだろうな。いってー、カウンター、ストレス溜まってるし回復しまう。そうだな、下げて、どんどん回復してってる。手前をどうにかしねえダメだ。ほら、よし、入れ替えるぞ。やめて、まだなんとかなるね。で、入れ替えて、ちょっとボーディングクラッチ、出血、総員かから来た。よっしゃ、カウンター、あー、攻撃だではない。これを繰り返されてるときついな。で、最初はあれか、攻撃だけ、もうガンガンここは攻撃するしかないねえ。でも回復してダメージ次アップさせよう。出血を解除で、そぎ落としで攻撃、血ダメージないっす。で、みんなを回復。Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. もう奥をガンガン流れ。シャに乾杯、回避ナイス。当たんないね、それね。はい、やめてー。で、これで多分
防御力がなくなるから。そんぐらいの回復許してやるぜ。暴動。うわ、なんだ。レジスト、あ、弱体化か。6回復されてる。で、もう一丁そぎ落とし。ほら、ナイスクリティカル。さあ、どんどん出血しろ。出血で止めつつ、で、これでそうだね、防御力なくなるから倒せる。フォーメーションイズブローケン。メインテインディオフェンシブ。いや、回復をして。The wounds of war can be healed.出血入ってる。暴動回避。当たらねえんだよこの野郎。よし、14最大ダメージ倒せそうじゃないの。痛い。出血しない。新さんいいね。総員かかれ。やろ。よし、レジスト場所入れ替えがなければなんとかなるぞ。よし、終わり。我々の勝利だ。そうね。あ、松明1個ずらせばいけるね。あー、クリア。なんとかなりますね。うん、みんな強い。メロスにオトジャも、チンさんもオツイさんもね、みんな働くね。さあ帰ろう。宝箱をゲットしたし、お金あるからな。1600、1700、1800、あと後半の方でドカンドカン。よし、1515。そんなに家宝はつまんなかったけど、でもボス倒せたからね。ふう、ただいまー。回廊はロックされた。やかましい修理。何、ぶっ壊れた。でもコストは下がってるね。待って、今。ああ、やっぱ飲んだって書いてあるから勝手に飲むね。ただ集めないと血に染まってくやつらはあれなんだね。あ、上工事してる。でもその代わりすげえ安い。こっちが言うてメロス入れるぐらいじゃない。下に入れればよかったな。もったいない。あと、お通知かな。はい、ということで、今回はここまで。さて、次はどうしようかな。次、ちょっと。あれだね。倒しに行かねえときついな、こりゃ。倒せるかな、バロン。バロンを倒さなきゃいけない。でも、これを倒せば、ベールが外されたって、さらにやばくなるんじゃねえかなっていう気がするけどね。ということで、次回もお楽しみに。ほんじゃあ、またな。